ばデートだったらこういうところに行きたいとか、うん、あ、いいじゃん。あ、なるほどね。イルカは乗りたい。乗りたい。乗れるよ。意外と平気ですよ。これは別に別企画だ、ね、として楽しい。うん。ねえ、もうマキちゃん言う前にこれはないですね。手つないで歩いてみたいですね。憧れ。お化け屋敷とか、うん、葛西臨海公園の水族館もあって、うん、人混みの中歩いてる。イルカに乗れる。完全に迷子の後藤真希さんになってるみたいなんですけど。以来。小学校以来。2メートルあるよ。すごいですよ、ここのマグロ。すんごい怖いんだから。ものすごい必死。あ、ごめん。これはちょっと取るしかないでしょ。みんな動ってます。待って待って待って、あれすんごい邪魔された気分。そういうのサメ好き。なんか強そうだけど、自分が海に入ってる時は絶対嫌だ。千葉で海入っててもサメが来るんじゃないかってヒヤヒヤするんですよ。ハワイとかで泳いでもサメがいつか来るんじゃないかと思って本当に怖い。水族館に来ればほとんどのサザエさん一家に会えるんだ。あ、でもタラちゃんとかは会えないか。タラコだもんね。えぐいよね、ちょっとちょっとないわ。いましたよ、サザエさんが。だけど。だらん。ああ。いいっすよね。お化け屋敷みたいなの。来た。おいっつって。マグロ。惹かれる理由というか、だってずっと泳いでなきゃいけないんですよ、この人たち。じゃないと死んじゃうんだって。ある意味スイートブラック的な、好きなことをして生きてるマグロ。でこすごいっす。乗ってみたいっていう憧れみたいな、好きな人とみたいな。普通にまあ好きになったこと、まあ一番初め好きになったのが保育園の時に二人。花粉症ですか。花粉症。花粉症です。危ない。あ、綺麗。すごい綺麗。いいっすね。
って仕事という体なんだけどみたいな、でもプライベートみたいな、満喫したんじゃない結構みたいな、そうこういろいろ見て回れた的な。まあでもね、散々みんな冷えたんでね、ちょっとあったまりに地元鍋、地元鍋行きますか、みんなで鍋しますか。飲みたいだけじゃない。いやそこはオフレコです行きますか。どういうこと？ね、早い。お腹が痒い。